りするこちらにプロフィールと書かせていただいておるんですけども、音楽グループカタツムリということで、ボーカルが高橋ひろのさん、いいだそれから西出智美さん、北川真希さん、でピアノの方が南敦子さん。なんと今気づかれた方いらっしゃいます、何か。お名前にですね、西北南。今日はあの東さん、東さん来られてませんか。ね。で、お一人が高いということですね。関西の音楽大学を卒業した女性4人のグループ、大阪選手を中心に活動、月に1回大阪貝塚市にてボランティアで親子大賞に童謡を一緒に歌ったり読み聞かせなどの活動を20年続けられて、2019年に同志より教育功労グループとして表彰を受けられたということです。で、小学生からお断りの演奏会に疑問を感じ、音楽を聴くのに年齢は関係ない、どの世代の人にも楽しんでもらえる演奏会をの気持ちで結成されたそうです。でカタツムリの名前の由来は結成が6月だったそうです。でカタツムリのようにゆっくりでも確実に歩みを進めて、あとキラキラした後を残していけるグループにという意味が込められているそうです。で現在自主コンサート以外にも依頼を受け、シニアコンサート、地域のふれあいコンサート、クリスマスコンサートのなどなど、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い年齢層の方に楽しんでいただけるコンサートを行っているということですので、あの、まあ、1時間ほどでございますけども、素敵なあの演奏と、歌声のアンサンブルを お楽しみいただけたらと思っています。それじゃあ片隅の皆さん、よろしくお願いいたします。Oh,
つむりと申します。今日は1時間ですけれども、皆さんと一緒に音楽を楽しめたらなと思います。よろしくお願いいたします。先ほどのは皆さんよくご存知の富士山、富士の山と、今日の七夕コンサートにちなんで七夕様を歌いました。さあ次の歌なんですけれども、ちょっとマイク移動しますね。次の歌は、風のメドレーと言いまして、教えていただきます。風のメドレーは風にまつわる歌を5曲集めております。風、北風小僧の寒太郎、風の通り道、サトウキビ畑、風になりたい、こちらの5曲をメドレーにしてお届けいたします。最後の風になりたいなんですけども、皆様にぜひお手伝いいただきたいところがございます。私たちが風になりたいを歌い出した後に、途中で曲の途中でうーわおって言いますので、そのうーわおの後に皆さんうんたんうんたんうんたんと手拍子をいただきたいです。練習してみましょう。よろしいですか。お手を拝借いたします。3はい、うんたんうんたんうんたんうん、そうです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 、それでバッチリです。こちらを一緒に手拍子いただければ嬉しいなと思います。ね、一緒に声を出してわーって本当は言ってほしいんですけども、一応今の間はねちょっと手だけでも皆さんと一緒にできたらと思います。では風になりたいまでまだ少し間がありますので、しばらく聴いていただいて、うーわおの後によろしくお願いいたします。Oh.
かと思いましたありがとう、ご協力ありがとうございました、はい、ということで続きましては、ちょっとしっとりとした時代という曲をお届けします。中島みゆきさんが作詞作曲されて回る回るよっていう歌です。皆さんご存知ですか、ね、今までコロナ禍でもうね2年以上経って本当に大変な思いを皆さんしてね来られてます。私たちも1年以上は皆さんとこうして歌で触れ合うこともなかなかできませんでした、ね、こうして皆さんとまた同じ場を共有することができてとっても嬉しいです。この歌でとても私たちも励まされた曲です。どうぞお聴きください。Oh,
とうございます。続きましては命の歌をお送りいたします。竹内まりやさんが歌っていらした曲なんですけども、命の大切さとか、まあ、先ほどの時代の時代っていう曲もそうだったんですけど、今この世の中この時代に大切なものは何かなっていうふうにちょっといろいろ考えさせられる曲でして、私たちもとても大好きな曲になります。よかったらゆっくり聴いていってください。命の歌です。
拍手していただいたこの手、手を使いたいので手、グーしてください。はい、パーしてください。はい、グーしてください。はい、パーしてください。できるかな、お友達チョキ。できるかな、チョキもできますか、チョキ。上手、頑張れる。そうThank you.
Sure.
Yeah.
すいません。どうしてもね、歌いたい曲が一つありまして、先ほどの時代とか命の歌と同じように大事な曲なんですけども、花水木という曲を歌いたいと思います。こちらは作られた時は、その人とよさんが作られたのは 9.11 の事件の後、なんか 9.11 の時になんかお友達がその辺りに住んでいたそうで、その時のその恋人同士がね、ことを思って書いた曲なんだそうです。だからこの花水木は実はその戦争反対だったり人のつながりを大事にする歌だったり、そういう意味も込められております。今日のこのつながりが皆さんとつながったこのつながりを大事にしていきたいと思います。気持ちを込めて歌います。花水木です。Thank you.
うのは本当に落ち着くんですよね。私たち今日それぞれ自分たちの家からやってきたんですけれども、来る道中に緑がたくさんでいいよね、空気がきれいだよね、いいよねって言いながら来たんですよね。こういう景色、この土地をこう大事にするっていうのはすごく素敵なことだなと思っているんですけれども、今からそうですね、皆さんと一緒にふるさとを歌いたいと思うんですけれども、皆さん一緒に歌っていただけますか。お願いします。どうする、こう来たら二人から選ぶ。私も初舞台だよね。「おうち
ちょっと異色でした。めちゃくちゃ無理を言わせていただきました。ありがとうございました。雨の方もちょっと小降りになってます。さっきすごかったですね。ね、すごい雨でしたですね。先ほどお話しさせてもらった音楽グループカタツムリさん、もし何かコンサートをしてほしいということであれば、ここにQR コードが入ってますので、個別でまた接種していただいたらどうかなと思います。でもう1枚お配りさせていただきました。白鳥高き昭和歌謡ということで、こちらにいらっしゃる西出智美さんが津市被災アルスプラザで8月24日に出られるそうですので、もしね行ける、行ってみたいな、聞いてみたいなという方は、時の流れに身を任せとか、償いとか、懐かしい昭和歌謡、この方が作られたんです。荒木とやしたさん、四季の歌、春を愛するとか、曲もこの方が作られたんですが、三重県に来られる貴重な機会ですので、よろしければ足をお運びいただければと思います。それではもう一度ね、音楽グループカタツムリさん楽しんでいただけたと思いますので、感謝の気持ちを込めて盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。次回また話進めてませんけども、クリスマスコンサートしたいと思いますので、その時はご近所さんいっぱい誘って来てください。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。お帰り、お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。ありがとうございます。いいでしょ、たまにはね。